純米吟醸三輪の発明、これは秩父菊水酒造所っていうところだね。株式会社大成秩父菊水酒造所っていうところで作ってる純米吟醸なんだけど、あのねこれね850円、安いでしょう。850円でしかも純米吟醸です。どうなんだろうねこれ、ちょっと飲んでみよう。香りが君酒で味が純酒。なんか変わった味だね。緊張感がするんだよね。飲んだ感じが少し苦い感じ。精米度合い 60%、 日本酒度プラス3。ちょっと苦い感じかな。830円だから、うん、これはこれでまあよしとしよう。何しろ830円だからね、うん、これはこれでいいんじゃない。うん、うん、全然 OK っすよこれ。うん、かなり辛口っていう感じのお酒でありますな。いかまあこのお酒はこのコストパフォーマンスが売りっていうところですかね。うん、